ラジオ両親のシルト長生きと岩立つです。まあ、今回ですね、二十何年か我々生きてきましたよね。確かに、まあ、その中でさまざまな経験をしたことがあると思いますよ。はい、本当に二十何年か。彼はちょっとオーバーエイジ枠として今回30代枠一応27なんですけど、まあ今回はそういうなんかこういろんな出来事があったと思うんですね、生きていく中で。はいはい、まあ、例えばですけど、まあ嬉しかったこととか、まあ悔しい体験とか、まあそういう体験いろいろありますよね。で、今回はあのそれぞれの恐怖体験をまあ語っていこうではないかと、そういうシンプルなまあ企画というか、そういう風な動画となっております。順番に行きながらは、あ、これもあったわみたいなのをちょっとまあどんどんおのおの、まあ、自主的にやっていこうではないかと、はいはいはい、っていう感じでやっていきたいと思います。はい、それでマジマジマンジ。はい、ではね、やっていきましょうか。まあ恐怖体験って言ってもこう心霊系もあれば、はい、こうもしかしたらこう事故に遭う系の恐怖みたいなのもある。そういう、まあいろんな恐怖っていうもう大きな括りで、まあ、やっていければなと。まあなんかありますか、恐怖体験。恐怖体験、はい、じゃあ私目から。はいよ、はいよ。一つだけ恐怖体験というか、結構みんなに言ってるやつなんですけど、まあ僕の実家めちゃくちゃ田舎なんですけど、で一応僕ちっちゃい頃からやっぱり結構言うこと聞かない子供だったんですけど、まあその度にと言ったらあれなんですけど、まあうちの親が結構厳しい方というか、まあじいちゃんもそうなんですけど、あの僕の家の隣に納屋っていう、まあ簡単に言うとなんか農機具を直してる家があるんですよ、別で。まあ、倉庫みたいな、ね、そうそうそう、倉庫みたいなとこがあって、そこに悪さをした日の夜は納屋に、まあ、くくりつけられてる。くくり閉じ込められるじゃないですか。くくりつけ、それ逃げ出さんように一応その柱にこう手くくりつけられるんです。で一晩を過ごすっていうのが、まあ、それで、まあ、その日もちょっと悪さをしてしまったわけですよ。で、まあ、いつも通り納屋にこういやいやながらこうくくりつけられてたわけですよ。そしたらその日になんですけど、めちゃくちゃ外明るかったんですよ、夜なのに。めちゃくちゃ外明るかったんで、なんでやろうと思って外見たらめっちゃ月綺麗やったんですね。で結構反省は、僕反省しないたちなんですけど、それ見ながらめっちゃ綺麗やなと思ってずっと見てたら、後ろからなんかこうピカッみたいなライトみたいな感じでふって後ろ見るじゃないですか。なんもなくて、そしたらその後、要は納屋に登るときにはしごがあるんですけど、はしごがギーギーギーみたいな音するわけですよ。そのタイミングで月がちょうど雲に隠れてめっちゃ暗くなったんですよ。ええ、まあ明日とかちょっと近づいてくるわけですよ。はい、でめっちゃ怖いみたいな、何みたいな。で僕そういうの苦手なんだよと思って、で次で足音が止まったんですよ。止まった瞬間、明かりがちょうど雲が切れて、ちょうど月明かりが立ってて、でもう明らかに後ろから気配感じるんですよ。でも全然普通親とかだったら声発するじゃないですか。でもそれもない、やばっと思って、うん、後ろ振り向くじゃないですか。何もいなくて、マジで何もいなくて、ああ気のせいやったかと思って前向いたら、女の人の顔壁にポッて出てきて、うっと思って、でめっちゃ叫んだんです。叫んでうわーってなった後にもう一回見たら何もないわけですよ。うん、でもうさすがにやばいと思って、その日そのまま寝ましたっていうっていう話なんですけど、まあじゃあやばかった、まあ、オチがちょっとあれなんですけど、弱いんですけど、まあその女の人の、まあ多分幽霊か分かんないけど、それの顔を初めて見て、それ以来俺そういうテレビ見てなくなりました。甘いね、甘い、まあ、そういう感じかなと思って、まあ弱いんでね、オチが弱いんでちょっと先頭に行かせてもらいました。まあじゃあ次俺行こうか。おお。まあ俺も心霊系になるんですけど、ええ、まあほんと10年前ぐらいの話なんですよね。まあ自分サッカーしておりまして、自分高校時代は寮生だったんですよ。でその時寮の時のお話なんですけど、まあ寮ってまあなんかあるあるやと思うんですけど、うん、結構なんか出ちゃうぞみたいな。まあ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 、結構まあ田舎のあの寮やったら、ね、なんか昔話みたいな、実際に死んだ人がいるぞみたいな感じの寮が結構皆さん多分周りにあると思うんですけど、うちの寮がですね、まあ言い伝え、まあ正直それが本当かどうかわかんないんですけど、実際そこの寮が立った場所でなんか人が亡くなったっていう言い伝えがまあありまして、男子寮の、あの2階
の奥から2番目の部屋が開かずの間というか、ベルト本当に開かずの間なんですよ。まあ今は実際どうなってるか分からないんですけど、俺らの時代は開かずの間って言って誰も本当に住んでない、そこにだけ部屋割りがないんですよ。でも扉もちゃんとあって、でそれもめちゃめちゃ怖いのが、1年生で入った時に行ったらお風呂がめちゃめちゃドワーッ張ってるんですよ、まあ、あの扉の前にっていう言い伝えがあって、その寮に入ったわけです、1年生、うん、の1年生の時のお話も。1年生って基本的にあの先輩とかの、まあ、なんかそのパシリやったりとか、まあ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 、まあ、先輩のこうね言うことを聞かなきゃいけない時代じゃないですか。そうね、まあおっしゃる通りです。で寮生あるあるなんですけど、うん、あの先輩のあの洗濯をしなきゃいけないんですよ、うん、はいはいはい、先輩の分まで、まあ、基本的にも夜遅くになっちゃうんですよ、うんうん、でその要は洗濯が終わった後に要は皆さん絶対干すじゃないですか。そうね、干したりするんですか、ね、で先輩の洗濯が終わったら2階に持っていかなきゃいけないんですよ、うんうん、そうでたまたま俺ともう一人一緒に同部屋だったやつ、そいつと一緒に洗濯を終えて、で、まあ、要は干しに行くわけですよ2階に。はいはいはい、部屋の中には干せないですよ。いや、廊下に干さないんですよ。はい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 。で、その友達の分を手伝いに行ったわけですよ。うん、で、その洗濯を全部干し終えたわけ。うん、でも、その時にめちゃめちゃトイレしたくて、その時、もう夜中1時ぐらいです。はいはい、もうみんな寝とって静まり返って、もう静かにするんですよ。だからトイレの電気もつけちゃいけないんですよ。もう真っ暗ですよ。真っ暗。絶対です。で、要は一人でトイレ行くわけですよ、うん。トイレ行くためには、奥から2番目の部屋を通過してもう一個超えたところにトイレがあるんですよね、はいはいはい、でそこを通るわけですよ。で通ってトイレに行くわけですよ。でトイレ終わって、で要は出てくるわけです。ですげえ気配を感じたんです、うん、でパッて横見たんです。でも普通に洗濯物が、その時めちゃめちゃうわってなったのが、まあ、要は風に揺られるわけですよ。そこの洗濯物だけうーんってこう揺れたんですよ。なるほどね。普通は他の洗濯物も揺れるわけじゃないですか、うん、その開かずの間のそこの洗濯物の時が揺れるんですよ。うわっと思って、でもうもちろんミランドコンキンってで戻る時にもっかり気配感じたからパッて後ろ見たらタコ足にかかっとったソックスが、もうそっからもう俺後ろ見れんくなって、もうダッシュでダーンって帰って自分の部屋まで戻って怖すぎやろ、えぐい、やばくないですか。しかもそれがっすよ、両方落ちるんじゃなくて片っぽだけ落ちるんですよ、両方こう止めてるの。ああね、先生ちょっと怖いね、恐怖やね。もうだからもう夜中もダーって帰りましたよ。それ大勢に伝わる伝説みたいな。もう伝説です。いやそれちょっと怖いね、さすがに。まあでもこれ実際した体験なんで。まあ僕ですね、まあ福岡、まあ多分5、6年前かな、あそんぐらい、まあ、自分が専門学生の時、まあよくまあ心霊スポット行こうとかあるじゃないですか。若気の至り、ね、若気の至りで車免許取ったぜみたいな。そう、免許取ったけどとりあえず行こうみたいな、ドライブしようぜ、心霊スポットやないみたいな。まあ心霊スポットかどうかわからんけど、とりあえず心霊は危ないということで、うん、危ないんだ、心霊ちょっと危ないじゃん、危ないなと。さすがに本当に呪われるかもしれんや、ほんと真似せん方がいいや。確かに、だけど俺はちょっとそういうのちょっと怖かったけど、まあ行こうと。行くんかい。結局まあ行くんやけど、そのちょっと場所は忘れたよ。あでもとりあえずでもなんかこう地図に住所は入力できた、ナビ、はいはい、ナビにこう入力して行ってたよ、うん、そしたら、まあ、それっぽい山道にたどり着いたと、はいはいはい、俺は運転してない、はいはい、俺はとりあえずそのナビを見ながらこう怖えなとか思いながら見てたら、はい、まあ、地図がここを左ですみたいな、うん、ナビゲートしてくれるわけね、うん、ナビは絶対に左曲がってで次ここを左ですみたいな、うん、で右ですみたいな、うん、やってったらずっと同じところで、ずっと目的地に行って地図は、いや地図を動きようと、動きよう、なんなら途中バグり出して、それが怖くて地図が今度バグり出して、はいはい、なんていう、自分たち左曲がったのにナビはそのまま真っ直ぐ行ったりとか、あーなんかよくなんかあれやね、しかもバグるやつね。そう、でも登録されてないとか、もう登録されてない道ですら関係なく勝手に進んでいく、やばいですっていうだけで、それ怖くなって、それと油山に行く場所ないから油山に行って、なるほど。で、油山って、あの夜景を見る場所と、行ったことある人は分かるけど、ちょっとね、違うところに、左側に、そう、左側に、はい、上に行ける道が、上に歩いてしか行けない道が、そうそう、車が通れもん、そう、とりあえず、まあ、何もなかったから行こうと言ってたよ、うん、木が何本かこう、まあ、立ってるわけよ、うん、そこに、藁人形あるやん、うん、あれが顔面のところが
腰組み入れたらこれ危なくねってなって、さすがに怖いなと。で結構頂上まで行けたよ、そこの、うん、そこの頂上まで行ったらこう石の石像を置くような、はい、で中に絶対なんかこうお墓じゃないけど、はい、なんかこう仏壇みたいなのが、ちっちゃい仏壇みたいなのが入っとるようなところが反対向きで置いてあったよ、はい、これなんか覗き声で、しかもその前は柵で閉められた、はいはい、で、まあ、そこの柵を一人、誰か一人行こうっつって柵を乗り換えて、そこを覗いた瞬間、そいつの一人が恐怖に怯えて、見た瞬間も、あ、無理無理、もうやめようやめようやめよう、本当に危ないもんがあるんやな、なるほどと思ってそこ行ったんや、はい、で、俺覗き行ったんや、はい、ミッフィーのぬいぐるみそういうこと、そういうことですか。いや、さすがにこれ俺もね、危ないと思う一応最後のやつ、最後のやつが一応ビビりやったっけ、うん、そいつが覗いてきた時、俺が走って帰ったそいつがどうなったか分からんまあでもね、ちょっと怖かったね、その時は。ミッフィーのぬいぐるみ、ミッフィーのぬいぐるみは正直笑ってしまったけど、うん、あの、わら人形って本当にあるんやなと、はい、わら人形でマジで刺さって、しかもちょっと赤いペイントみたいなのしちゃって、うわっ、なんかやばいね。そう、しかもなんかあんまり良くないっていう噂も聞いてたよ、はい、その油山の奥は行かん方がいいけど、まあ、うん、そこでそれを発見したけ、確かガチなんかなと思ったらミッフィーがおったけあ、じゃあ大丈夫か、ちょっと和んだね、全然、もうだいぶ大丈夫かってミッフィーのせいで、まあ一番怖かったかな。最後に面白い、あ、面白い、面白い、面白い話、結構ハードな話、滑らない話、最後に、うん、俺自身の話なんやけど、俺は分からない体験、うん、あ、俺は分からない体験、これ何の話かっていうと、俺の親が実際に体験した話だ。おお、これ何かっていうと、俺が今小さい頃に、まあ多分小さい頃って多分結構みんなこれあるんじゃないかなと思うんですけど、子供って霊感があるってよく言うんですよ。まあ、言うね。あるね。で、あれ何歳だったかな、ほんと多分、幼稚園生、多分、5歳とか6歳ぐらいの時に、うん、むちゃむちゃ、まあ多分みんなわかると思うんですけど、めっちゃ寝相悪いんですよね。うん、うん、そう。で、あの、うちの実家って、まあ畳なんですけど、畳が20畳ぐらいあって、めちゃめちゃ広いんですよ。広すぎるやろ。広いな。で、うちの、まあ田舎なんで、みんな雑魚寝なんですよね。うん、はいはい。で、親も子供もみんな雑魚寝みたいな。で、あの和室で今寝てたわけですよ、うん、で、まあいつも通り寝相悪くて布団からはみ出して、うん、あのドアまでぶつかったりとか全然してるんですよで、あのたまたまその日っすね、むちゃむちゃ天気良かったらしくて、あー、すーげー月が綺麗だったらしくて、ドアを1個開けないと、あのもう1個奥のフロアに行けないんですよ、うんうんうん、で、そこのフロアは畳じゃなくて普通のなんかフロア洋室みたいな、うん、で、そこのもう1個奥のドアを開けたら、あの庭に行くんですよね。で、たまたま親がそのなんかめっちゃ物音するから、うん、親が起きたらしいんですよ、うん、でも物音するけど全然もうな、俺がおらんみたいな、うん、その間垣がおらんちゃって、うん、どっか行ったよって、はい、トイレ行ったけどトイレもおらんちゃって、うん、でガシャ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 音するけど、そのガシャガシャする音の先に行ったら、うん、間垣がおらんちゃって、間垣が目をつむったままドアの先を見て、うん、月に向かってきっと交渉おいってお前、おい、お腹で取るやろ絶対目をつぶったままずっとこうで、親がずっと俺をこう、あ、もう出ない、もう出ないっつって、したらもうずっと目つくおい、取りつかれとるやねえかよ。で、部屋に戻って寝たって話なんですけど、親からしたらそれ怖いかもしれない、ね、確かに、ずっと怖い人じゃん窓とかに、要はこうやって出たいとかっていう動作しようなんだけど、全然窓とかじゃなくて、ただカーテン開けてずっとこうやって月に向かってこうしてる完全にあれやね、呪われとったらドラキュラみたいな。でもなんかよくあるじゃないですか、子供ってなんか宇宙と交信してるみたいな、宇宙人と話せるみたいな、交信できるよみたいな噂が多分あると思うんですけど、交信しちゃった説あるね。だからもしかしたら俺宇宙人と交信しちゃったかもしれない、もはや間垣が宇宙人説なんていうのを、俺朝起きて何も知らない。あ、実際ないっすか、子供の時に自分は覚えてないけど親がなんかあんたこうしよったよみたいな、走ったよみたいな、なかったっすか。いや、あるよ。俺もじゃないけど、俺も子供の頃やっぱあるあの、なんか階段で寝とったらしい。ああ、そういうのある。なんかもう布団の中に寄ったのに、携帯階段階段に座って寝とったとかは、あ
危ないよね、今考えたら。俺とかだって玄関で靴履いたもん、寝とったらしい。パジャマ、パジャマ着て寝とったよ。靴履いて寝とったらしい。でもさ、そこに行った記憶はないやん。ない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 。面白いね、まあガキをちょっとこう開けてこう開けてこうしたやろ。いや、おるんだね。子供って確かにそういうちょっと不思議な部分はあるけどね。いやー、まあまあ霊感って言ってかある方ですか皆さん。俺は、俺はないじゃないかな。僕もないですけど、まあ、豆知識言うと、こうした時に小指が薬指の、第一関節より超えてたら、霊感があるってよく言いますね。ないです。俺はほんのちょっとだけ超えてます。ほんのちょっとだけ。でも視力も超えてる。でもこれの超え方がえぐい人は相当霊感があるらしいです。ないです、超えてないです。ほんと霊感ない。超えてないです、うん、霊感ないんです。やっぱないですね。何も感じたことないっていう、まあまあ一応これなんか豆知識ですね。結果我々はあまり恐怖体験がないと。まあでも丸脇のあれはちょっと怖いんじゃないですか。お札は、まあ、お札ってちょっとガチ感あるやん。お札もある。お札もガチ感。これも結構怖いけど、ね、それはなんか別の意味の怖い。ポップな怖さ。まあね、あのコメントでね、あのどんな恐怖体験があるか教えていただけると我々も、ね、参考になりますので、ぜひあのコメントの方もお願いします。まあ、あとね、ちょっとでもね怖いなと、もしくはあ、それちょっとやなと思った人でチャンネル登録、高評価もお願いします。では次回のポップでお会いしましょう。バイバイ。